今年はスマートフォンで年賀状を作ってみませんか？このような年賀状やこのような、面白い年賀状をスマートフォンで作ることができます。今回ご紹介しますスマートフォン Android 端末用のアプリは日本郵便年賀郵便 .jp が発行してますはがきデザインキット2012です。はい、これを使ってですね、スマートフォンから、年賀状を、作ることができるという優れもののアプリのご紹介です。はい、では、そのスマートフォンで、年賀状を作る方法を、説明していきます。トップの画面に、通常年賀状、プレミアム年賀状、保存データの読み込みとありますが、まずは、通常年賀状から、お話をしていきます。ここをタップします。そうするとちょっと見えにくいですね。アップします。はい、このように、年賀状を、作成する、テンプレートがあらかじめ用意されています。ここで、まあ、ご自分の気に入ったやつ、このグレーのところは、写真が入るということになりますんで、とりあえず、作業がしやすいようにこれをタップしてみます。はい、このような、テンプレートを、使って、年賀状を作ってみたいと思うんですが、まず、写真を入れましょうということで、今右上のところ、写真のボタンが、パカパカ、点滅してますんで、ここをタップします。そうすると、写真を選ぶということで、スマートフォンに、入っている、写真を選びます。はい、例えば、何でもいいんですが、あまりいい写真がないのでこれちょっと選んでみます。はい、と、写真が、スポットそこの枠に入りました。はい、簡単ですよね。はい、で次どうするか、じゃ次へをタップします。今度は、上の方、ここ、文字って書いてますね。文字を入力することができますということで、やはり同じように右上あーって書いてあるアイコンが、点滅をしております。じゃあ、この付近とスペースがあるので、この左下に文字を入れてみたいと思います。はい、このような、テンプレート、ボックス、文字入れボックスが現れますんで、ちょっと文字を入れてみましょうか。はい、今年もよろしく。で、文字の色変更することができるんですけど、ちょっとね、グリーンにしましょうかね。して、OK を押します。すると、この木になんか文字が入ってるんで、それを移動したいと思うんで、これ、文字の上に指を持っていって、ずっとドラッグします。そうすると、文字が移動するんですけれど、ちょっと文字の大きさを変えようと思ったら、これピンチ、つまんだりすると、これが、縮小されます。はい。ちょっと難しいですけど、ピンチイン、ピンチアウト、ピッ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 と広げることによって、文字を、拡大、縮小、することができます。まあ、この機能と文字を入れました。文字の色もさっきの、文字入れボックスで変更することができます。はい、次、次へをタップすると、ペンってありますね。で、ペンで、フリーハンドで、この右に、3つほどボタンがあるんですけれど、フリーハンドで写真に絵を描くことができます。はい、今日、ちょっと今回、操作しにくいので、ここは省きたいと思います。
はい、写真が入って、文字が入ったということで、はい、次へ行きますと、確認しましょう。このような、年賀はがきになりましたということで、プラスボタンを押すと、拡大できますということで、拡大で確認することができます。はい、これでよし、OK と思ったら、次へボタン、ここを押します。そうすると、ここでですね、プリント注文サービスへ接続します。まあ、1枚あたり78円でプリントができますということで、まあ、ヤフージャパン年賀状で注文するというサービスがございますが、何もこのヤフージャパン年賀状のサービスを使うことなく、作ったデータをメールに添付して、年賀メールとして送ることもできます。その場合にはどうするかというと、この下のメニューに、画像に書き出すというボタンがあります。ここですね。この画像に書き出すというところをタップします。はい。保存しましたという画面が出ますんで、ここではいのボタンを押します。はい。これで、一連の、年賀状を作るという作業は、終わりになります。また、トップに帰りたい場合には、この右のトップってボタンを押すと、現在編集中の内容が把握されます。よろしいですか?出ますが、もう保存してますので、ここははいをタップして良いかと思います。はい。そうすると、またトップの画面に戻ります。はい、トップの画面に戻りました。今度はその下、プレミアム年賀状というのがありますね。そこをタップしたいと思います。と、先ほど冒頭で紹介しました、プレミアムな、年賀状のテンプレートが2種類ございますね。で、これ2つしか入ってないんですが、試しにこっちは縦の方をタップします。そうすると、このような形、日刊スポーツというような形のスポーツ新聞みたいな、年賀はがきができますということで、ここも同じように、ここの、右上の写真マークをタップします。よいしょ。と、ギャラリーから、写真を選びます。まあ、写真は、適当に選んでますんでね。はい。このような形で、その枠に、写真がきちっと入るということになりますね。あと同じように、次へ。で、ここで文字入れ。もうここはね、文字は、あまり入るスペースがないので、まあ、しいて言えばこの付近に文字が入るかなと思うんですが、ここは飛ばします。はい。ペンの入力、手書きのところも、この付近書けるんですけど、ちょっと説明しながらの操作は難しいので、ここも飛ばします。で、確認しますということで、プラスボタンで拡大、マイナスボタンで縮小で確認ができます。はい。これで OK でしたら、次へボタンを押すと、はい、できました。ここも同じように Yahoo Japan 年賀状で注文するっていうサービスがありますが、ここも同じように、画像に書き出しっていうところをタップして、スマートフォンに保存することができます。はい、という流れですね。そんなに、難しくはないと思います。ただ、46.5MB ぐらい、このアプリ、容量があるんですね。ちょっとデータが大きいな、重いな、ということございますので、Android 2.3 以上の方は、マイクロ SD カードの方に、アプリを、保存した方が、いいのかなと思います。はい、今日は、日本郵便、郵便年賀 .jp のはがきデザインキット2012を紹介しました。
ぜひ、試してみてください。それでは失礼します。はい、失礼しました。あと一つございました。保存データの読み込みというところですね。これは完成させる前にちょっと、作業を中断したいという時に編集状態で、データを保存することができます。そのデータを読み込む場合にここをタップすると、過去の編集状態の、年賀状が出てきます。これどうするかと言いますと、通常年賀状で年賀状を作っていきますね。でずっとこれ、次へ次へ作業を行いますと、完成しましたが、まだ完成しておりません。でこの状態でこの右の方のボタン、編集状態で保存ってありますんで、ここをタップします。すると、現在編集中の内容を保存します、よろしいですかと出ますんで、そこをタップしますと保存されます。はい。でこれを確認するためには、はい、トップの保存データの読み込み、はい、ちゃんと2件保存されておりますんで、作業が途中でも、編集状態で保存することができます。はい、以上、日本郵便、郵便電話 .jp が発行しております、はがきデザインキット、2012の紹介でした。データは大きいんですけれど、ぜひ、使ってみてください。それでは失礼します。